こんにちは。今日のふるさと鹿児島は国の緊急事態宣言が発表されるなど全国的に感染が広がる新型コロナウイルス感染症についてお伝えします。感染が拡大する中、私たちの日々の暮らしにも大きな影響が出ています。国は緊急事態宣言の対象地域をこれまでの7都府県から鹿児島県を含む全都道府県に拡大しました。県民の皆さんに強くお願いいたします。ふるさと鹿児島を守ってください。県民の命を守ってください。一人だけの行動が、自分だけはという行動が多くの感染者を生むことにつながっていきます。みんなで守らなければこのふるさと鹿児島を守ることはできません。これまでも強くお願いしてまいりました。不要不急の帰省はやめてください。控えてください。県外への旅行は絶対にやめてください。県外の皆様にもお願いいたします。鹿児島県への旅行は控えていただきたいと思います。特に離島への旅行は絶対に控えていただきたいと、そういうふうに思います。緊急事態宣言が今出されております。ゴールデンウィークが感染拡大の一つの重要な時期と言われております。私もそう思います。鹿児島県で今後感染が拡大するかどうか、それはゴールデンウィークにかかっていると、そういうふうに思っております。一人一人の行動が、この鹿児島が感染が拡大するかどうか、それを鍵を握っております。ぜひ県民の皆様、強くお願い申し上げます。みんなでこの鹿児島を守っていこうではありませんか。自分を守らなきゃなりません。家族を守らなきゃなりません。ふるさと鹿児島、そして鹿児島には高齢者の方がたくさんおります。リスクの高い高齢者を守っていかなきゃなりません。それは一人一人の行動にかかっております。ぜひ皆さん、一緒になってこの鹿児島を守ってください。よろしくお願い申し上げます。全国で感染者が増え続ける中、3月26日には鹿児島県内でも感染者が確認されました。これを受けて県は新たに対策本部を立ち上げ、関係機関との連携のもと万全の体制で対応に当たっています。3月30日、県は対策本部会議を開き、観光業や飲食業が厳しい状況にあることを確認し、3月13日に発表した緊急支援策に続く第2弾の緊急対策案を早急に取りまとめることにしました。4月6日、1回目の医療調整本部会議が開かれました。今後県内で患者数が急増することを見据えて、病床の確保や軽症者を含めた患者の受け入れ対応について話し合われました。また人工呼吸器などの資材の整備や自衛隊などのヘリによる離島からの患者搬送の流れも確認されました。適切な医療の提供ですね、患者さんにちゃんと治療ができると、今承認されているお薬というのは結局今新しい疾患ですね、ないですので、そういったことのお薬の使い方を含めて提供ということになるんですね。4月10日新型コロナウイルス感染症に関わる緊急対策第2弾が発表されました。中小企業へのさらなる支援、現時点で講じうる需要創出消費喚起策、子育て世代子どもへの支援、感染症対策の充実、4つの項目が柱となっています。4月10日三田園知事は九州地方知事会のウェブ会議に参加し、感染症拡大防止対策の広域連携や感染症が収束した後の経済の回復に向けた取り組みについて意見を交わしました。またサーモグラフィーの提供や防災ヘリの協力を要請したほか、
観光などで九州一周スタンプラリーや統一的なキャンペーンを連携して実施することを提案しました。4月13日、県は働く場の創出、誹謗中傷の防止、DV 被害などの防止、高齢者への支援を柱とした新たな緊急支援対策を発表しました。失業・休業中の人や内定を取り消された人を対象に、県の補助事務員として50人程度を追加募集するほか、感染者や医療関係者への誹謗中傷を防止するため、ネットパトロールや相談窓口を設置することにしました。4月14日、県は対策本部会議を開き、感染症の現状と必要な対策について専門家から報告を受けました。また、教育や福祉、医療などの関係者と取り組みの現状や課題などについて意見を交わしました。さらに4月17日には2回目となる医療調整本部会議が開かれ、医療搬送の各専門部会における感染者が拡大した際の病床の確保・拡充の進め方、感染者や検体の搬送手順などの協議・検討状況について確認しました。ここからは VTR でもご紹介した県の緊急対策第2弾について詳しく見ていきます。まず中小企業へのさらなる支援についてです。新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金の要件を緩和し、実質無利子化します。無利子化の対象は県独自で4000万円までとなります。また県の補助金などの交付先となっている事業者が資金繰りに影響を受けている場合、交付時期の前倒しを実施するほか、中止となった合同企業説明会のウェブを活用した開催を支援します。さらに中小企業者が行う新たな取り組みのうち、他の事業者のモデルになるような効果的な提案を支援します。次に現時点で講じうる需要創出・消費喚起策です。新たにデリバリーやテイクアウトに取り組む飲食店などの初期費用を補助します。またウェブ物産展の開催やふるさと納税の返礼品などを充実させます。続いて子育て世代・子どもへの支援です。特別支援学校の児童・生徒などに県の備蓄用マスク4万枚を配布するほか、弁当配布用の経費を補助し、子ども食堂の活動を支援します。続いて感染症対策の充実についてです。鹿児島港にサーモグラフィーを設置するほか、感染者が立ち寄った店舗などの消毒費用や、自宅療養の対象となる患者の遠隔診療に必要な機器の整備に対して補助します。また感染症患者隔離搬送バッグの保健所への配備や、非接触型の体温計の増強を図るほか、宿泊施設の従業員研修を支援します。そして最後に事態収束が見えた段階での県独自の経済対策についてです。まず県内の飲食店や宿泊施設で利用できるプレミアム付き商品券やスマートフォンのアプリなどを活用した割引クーポンを発行します。また県民向けの宿泊料助成を行います。その他、中止となったイベントに代わる新たなイベントなどに対する助成や、県産農林水産物の消費拡大キャンペーンを実施します。4月13日には、働く場の創出、誹謗中傷や DV 被害などの防止、高齢者の支援など、新たな緊急支援対策がまとめられました。また、高齢者の身体的機能の維持・向上のため、自宅などで簡単にできる体操などについても県のホームページで紹介しています。いまだ収束の気配が見えない新型コロナウイルス、感染拡大を防ぐために
私たちは日常生活の中でどのようなことに気をつければよいのでしょうか。外出する際の注意点です。4月16日に全都道府県を対象とする緊急事態宣言が発令されました。帰省や旅行など都道府県をまたいでの移動は避けてください。また生活の維持に必要な場合を除き、不要不急の外出は控えてください。加えて冷静な対応をお願いします。その他、密閉空間、密集場所、密接場面の3密を防ぐ行動をお願いします。また実際に感染が疑われるような症状が見られた場合、どこに相談すればよいのでしょうか。こちらをご覧ください。次のような症状の方は、後ほど紹介する相談窓口にご相談ください。風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続く方、強いだるさや息苦しさがある方、特に高齢の方や糖尿病などの持病をお持ちの方などはお早めにご相談ください。また妊娠中の方も念のためお早めの相談をお願いします。相談窓口は県や鹿児島市の保健所などに設置している帰国者接触者相談センターです。まずはお電話でご相談いただき、相談の結果感染の疑いのある場合には帰国者接触者外来を受診していただきます。先ほどご紹介した県の緊急対策など新型コロナウイルスに関するさまざまな情報を県ホームページの特設ページでまとめて掲載しています。情報は随時更新していますので、ぜひご利用ください。今日のふるさと鹿児島は新型コロナウイルス感染症対策についてお送りしました。県民の皆様も感染の拡大防止にご理解とご協力をお願いいたします。